さんこんにちは、プラザミューズです。今回はですね、冬の定番といえばお鍋、はい、冬の鍋を何をしていました。じゃーん、冬の養生散歩といいますと あるんですよね。それはまた後ほど堀先生に喋っていただこうと思ってます。中身はですね、椎茸、大根、白ネギ、白菜、豆腐、牡蠣、エビになります、で、私が去年からずっと絶賛作り方をやってました、皆さんに来ていただいて作っていただいた大大胡椒、柚子胡椒の大大、はい、大大これです。おそぐち農園さんの大大です、はい、大大を作った大大胡椒と、でその大大の皮でこの大大胡椒を作るんですけど、その皮だけだと果汁がもったいないので、果汁を絞ってポン酢を、これ、はい、わお、ポン酢を作りました。はい、ではどうぞお召し上がりください。ございますか。綺麗に先生切ってはるさすが。綺麗なの上にしました。はい、ネギ、あ、クタクタでよかった。白菜がなんかすごい、ね、葉っぱがあって、はい、外から、はいはい、白菜、大根、大根、え、牡蠣、牡蠣、はい、これは全部50度洗いしてますね。牡蠣もね、このひらひらのところをきちっと50度で洗うと綺麗。はい、はい、どうぞ。そして、あ、まずそのままでね、このポン酢をまず、はいはい、どうぞ。ポン酢を味わうには豆腐が、ね、染み込みますからね。熱いですよ。いただきます。仕上がれ。うん、どうですか。酸味が、うん、きつすぎず、うん、でも爽やか、うん、美味しい、美味しい、美味しい。またね、年越しもね、大大が手に入って、絶賛自宅で作ってるんで、材料費のみでやってます。材料費ダメですか。そうです、そうです、そうです。大大胡椒と、今そんなびっくりした。レシピはちゃんとお渡ししますよ。レシピは渡しするんですけど、座学とかのそのレジュメがめんどくさくって、なので材料費のみで皆さんに入れ替わり立ち替わりしてるんです。マジですか。なのでFacebookでするよって言ったら来てください。材料費のみだそうです。はい、はい、さっき、はい、このひらひらのところに しっかり50度で洗うとアクが、ね、取れるので、臭みが、ね、冬は牡蠣ですよ ね海のミルク、ね、焼き牡蠣大好き。うまい。この白菜なんか、はい、歯しっかりしてるんですけど、あ、白菜はね、私が、うん、大好きな丹波笹山の、うん、はい、匠さんっていう、ね、はい、農家さん、奥さんが作った、あ、そうです、はい、ゆきこさん、ゆきこさん、はい、いただきます。うん、白菜ってね、実は巻きが本当に難しくって、うん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 、きちっとなるのってすごい大変なんですよね。美味しい、うん、酸味が、はい、大根も、たくみさん家の大根、いただきます。うん、うん、美味しい、はい、これは白ネギは、いや、たくみさんじゃなくて、あそこの火災スーパーで美味しそうなやつが売ってた、はい、うんうんうん、シャキシャキ美味しいね、うん、とろとろ、はい、ね、じゃあちょっとそろそろ、あ、そうですね、これで、うん、辛いです、すごく辛いです。私辛いの苦手です。あ、じゃあちょっとにした、ちょっとちょっとで、はい、私の大大胡椒とか柚子胡椒は、発酵調味料を使っているので、うん、作るとすぐ食べれる。では、豆腐で、はい、しみしみで、しみしみ、うん、うん、うん、どふる、ちょっとピリッとくるけど、うん、大大の、うん、なんていう香りがさらに増した、うん、
そんなに苦みはなくて、うん、なんかこうちょっとほんのり甘いっていうか、うん、だいたいちょっとあれなんですけど、ね、なんかこう鼻に、うん、その香りが抜けて、うん、舌がピリッとするだ、うん、からね、赤唐辛子あの私はその柚子とか黄色とかこういうオレンジ色の柑橘系は赤い唐辛子を使うんですよ、うん、はい、で井上農園さんの生の赤の唐辛子で作ってるのですごく美味しい、見た目可愛いですよね、そうな色的にね可愛いのでね、はい、ピリッと感が、うんうん、あの来るんやけど、はい、いけるいける、よかった、うん辛いの苦手なのでできました。しいたけ、はい、美味しいですね、しいたけ。このおいしい。なんでそって、なんでそって。このね。はい。あの唐辛子のピリッと感が、はい、うん、あのわーってしてポン酢の爽やかさを最後キュッて締めてくれる感じ、うんうん、いいコンビですよね、うんうん、はい、あの量さえ間違えへんかったら辛いの好きな方はドッと入れていただいて、うん、全然大丈夫、苦手な方はでもね、苦手な方もちょっと入れとく方が、うんうん、なんかね味引き締まって美味しい、うんうんうん、なんかあの、うん、ちょっとお味噌汁に塩をちょこっと入れるような感じですね、うんうん、締まりますね、うんうん、ね、はい、じゃあの続いてはあの薬効ですね、はい、話していただきたい、はい、はいはい、ではですね、そのちょっとお鍋の中身の、うん、薬効ですね、喋、はい、っていただきたいと思います、はい、どっからいきますか、そうですね、うん、冬の養生散歩からお願いします白菜と、はい、大根と、はい、豆腐ですねです、はい、白菜、豆腐、はい、大根です、うん、私ね、この中で注目すべき点は、はい、どこでしょう、あの白菜と大根ってね、はい、先生あのこれ同じグループの野菜って知ってます、あの緑黄色野菜ではないグループっていうのは知ってます、うんうん、はい、うんうん、はい、ほらほら何や何でしょう丸なんとか、なんとかかとか、なんとか木とか油なかとか、うん、油なか、油なか白菜、白菜、大根、そういえば大根の花も白い油菜みたいな、うん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 、菜の花でしょ、なりますね、え、白菜は油中、へえー、ですって、うん、でね、はい、この注目なんです、この油中、注目、私ね、あの油中って、緑の油中と白い油中ってコンテあるんですけど、はい、こう白系ってね、はい、あの水物の老廃物って前から要は水毒水毒って言ってますけど、はいはいはい、出してくれはるんですよ、ということは我々の、うん、の老廃物を出してくれるってことで、しかも大根って、はい、あの薬膳ってね、あの火通しても、うん、体冷ますもんは冷ますよってよう言うんですけど、はいはいはい、実は大根はね、うん、火通すと体冷やさなくなるんです、うん、鍋です、皆さん鍋です、そうです、だから冬の大根の食べ方って、はい、やっぱ火を通して温かくして食べるっていうのがやっぱ体にはいい、うん、ただあの生で食べるときはこう食べ過ぎたときとか、うんうん、こう消化不良を起こしてるときは、うんうん、あのジアスターゼってね、有、うんうん、消化酵素が、はい、あの消化促進してくれるので生で食べたらいいんですけど、はい、あの冷やしたくなくて体温まりたくって、うん、こうエネルギーにしたいなっていうときはやっぱ火通して、あ、ね、なるほど、食べていただくといいかなと思います、はい、水毒も出してくれるので、栄養糖質と火も、火、余剰散歩です、余剰散歩はい、で散歩目の豆腐、はい、豆腐はね、はい、何と何でできてます、大豆と、うん、大
豆とにがり。にがり、はい、大豆がどういう状態になってにがりと合わさってます？豆乳。豆乳ですよね、はい、なので豆乳の薬効とにがりの薬効が合わさってる。なるほど、はい。先生、この間淡路島行った時に、はい、にがり舐めましたよね。舐めました。どんな味しました？にがりね、私もにがりって初めて舐めて、はいはい、だから苦がりなんやと思って、うんうんうん、苦かったでしょ、はい、あの苦味って中薬膳の世界ではデトックスの味。へー、苦味がデトックス、うん、はい、あの解毒してくれる、はい、で体の中のいらないものを、うん、まあ便として出してくれたりとか、うんうんうん、熱冷ましてくれたりとか、へー、するので、あの夏とかよ、あのゴーヤとか、はい、ね、苦織とか食べるんですけど、はいはい、その要は夏は熱を冷ますために、ね、うん、苦味食べるんですけど、うん、この苦味が解毒の味、へー、デトックスしてくれるので、はい、要はその豆乳って何色？白。白。白は？はい。はい、ね。で、肺って潤いでしょう。はい。ね、潤い必要なところなので、うん、肌の潤いとか聞きますが、はい、潤いもしてくれるし、解毒もしてくれるっていうのが豆腐。豆腐いいですよ。うん、この間から豆腐豆腐ってあの堀井先生のお母さんがね。ね、あれね、見てないよ。とうとう母見まして。でね、あんたな、あんたなって言われたんですけど、はい、あれ言うてたんはおばあちゃんや。人のせいに言いました。確かにおばあちゃんも言うとったと思ってね。おばあちゃんもうです。うん、お母さん、お母ちゃん、親子。はい。そのうち私も言うかもしれんと思いながら。あ、言うてはるって。ほっとしますね。そう、はい、ね、はい。もうちょっとしたら言うてるかも。せやな、浜名前でー。はい、みんな農園さんとかで言ってるかもしれない。ね、あ、気になる方は豆腐の回見てくださいね。はい、豆腐の回。初回、初回それぐらい。なんか最初の方やね。でね、はい、そうなんです。なので、潤いもしてくれるし、はい、で、解毒もしてくれるし、うんうん、にがりって、うん、甘味って言って、はい、ね、はい、生命力をアップする臓器に入る味、はいはい、なので、結構万能。万能です。ご飯ね、数ない時も豆腐崩して一緒に。そんな食べ方しはるんですか？大好きです。時間ない時も。はい。猫まん。お行儀悪いからやったんですよ、うん、はい。なので、肺にもいいし、で、大豆やから脾にもいいし、うん、で、にがりが入ってて腎にもいいし、はい。はい。本当に冬の散歩の、はい、入ってる理由がよくわかる。ね。はい、はい、ではですね、うん、まだまだ具材は説明はあるんですけれども、はい、次説明するのが結構深い内容のものなので、来週、続きをね、お話ししてもらいたいなと思います。乞うご期待ですね。乞うご期待、乞うご期待ですね。ですので来週も引き続きお鍋のお話を、はい、今ね、私たちが最初に何々入ってますって言った、 あれとあれ言ってないなっていうやつが、うん、来週お話ししますので、また来週も見ていただければと思います。ね、この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ゴンゴン歌ってますよね。お願いします。ではまた来週。はい。